前の動画でさ、うん、冬遅れが多いって言ってたけどさ、そんなに冬遅れって多いの？9割だね。本当に。9割超えかもしれない。ほとんど冬遅れ。ほとんど冬遅れ。で、いろんなミスが出てる。一つじゃない。この間言ったダフリとか、シャンクとか、トップ、チョロとか、そんなのも含め、相当数なミスの種類が出るんじゃない？振り遅れ一つだけで。それこそ登録を覚えちゃった、クラブが寝るとか、膝が出るとか、もうそんなのも、結局振り遅れだから。そう。それを解決できるのは、こう、ハンドル左切れとか、クラブ立てるって言ったじゃない？そう。あれがね、すごい大事なこと。大事なことって今軽々しく言ったけど、本気で大事なこと。インパクトにとにかく本当に何百回言ったか分かんないけど、クラブをとにかくこう戻してこなかったら、とにかくまっすぐ飛ばないっていうことがもう本当にそれこそ大前提。あれだってさ、ちゃんと戻せるだけでさ、プロテストは受かんでしょ。それ俺だから受かったから俺。それでその時はじゃあもうそれだけ考えてたの？それだけ。もちろんその時はプロテストのこと考えてるけど、ショットだけに関しては、こう、こうしか考えてなかった。だって、それだけだと思ってたもん。そうなんだ。うん。むしろそれで、60代は絶対出るんだから。出てたんだね。出てたんだから。うん。で、全部結果として、結果論言ってるけど、プロテストも受かったし、60代も連発したし、アメリカの時なんて、48日間連続アンダーで回ったから。そう。アメリカでもミニツアーも2回勝ってるし、これでね。本当に。うん。とにかく振り遅れないで、しっかりクラブを戻すっていう意識でずっとやってた、ずーっとやってた。本当にだから、それでいいショットがだって出るんだもんって思ってやってたから、実際出てたしね。そう。で、飛距離も別に飛ばないわけじゃなかったし、それやるだけでね、なんかためを作んないと飛ばないとか一切そんなんなく、とにかく自分の打ちたいタイミングでまっすぐこうビタンって戻すっていうことだけ、本当にそれしか考えてなかったから、本当この辺とか本当どうなってたかもわかんない。だから自分でビデオとか撮って見た時に初めてわかるっていう感じ。でもその時なんてカメラ付き携帯なかったし、動画でスイングを撮るなんていうことをしなかったから、自分の球筋しか見なかった。だから球筋に対して、スライスが出たらこれが足りない、フックが出たらこれが強すぎるの判断だけで、感覚でやってただけだから、そう、だから、ここがね、とか、そういうのやんなかった、一切。だから本当に体の反応だけ。だからその反応がすごいとかじゃなくて、たまに対して自分が動きを加えてただけ。でもその前提にこれなのよ、全部。そう。インパクトでまっすぐにとにかくフェイスを戻すっていう。当てたい角度に戻さないと自分の打ちたい球が出ないって思ってたから。でミスはほとんど振り遅れだったけど、その時の自分のミスは。全部。全部。それ以外のミスって、じゃあ何って俺から聞きたいぐらい全部振り遅れだった。戻せなかった。そう、戻せなかった。まあ、その理由はたくさんあるかもしれないけど。そう。フック打とうとして、ちょっと遅らせて、それは分かってるよ。遅れてるのは分かってる。でも、もう強く戻せばフック出るってやって、戻せなかったとかで、ギリギリまでこう。そう、我慢して。なるほどね。そう、そう、扇を書くためにね。そう、そう。そういうのはあるけど。いろんな理由はあるけど。でも、結果として、じゃあ原因は何にしたら振り遅れ。はぁ、なるほどね。ほんと100って言っていいんじゃないかな。それぐらい、振り遅れしか、ミスの原因は思い当たらなかった。もう、ほんとそれしかなかったんじゃないかな。じゃあもう見てる皆さんも、ほとんどもうミスは振り遅れだから。それを自覚して練習した方がいいと。プロテスト受かりますよ、ほんとに。ただ、戻す意識めちゃくちゃ持たなきゃダメだってことね。そう。めちゃくちゃ。何よりも。こんなトップの位置よりも戻すことの方が大事だから。本当に。フィニッシュのかっこよさよりも、それこそインパクトの方が大事。そう。で、インパクトが、いいインパクトを迎えられて、初めて大切なフォロースルーがきっちり取れるっていう。そう。ここでこうなってたら、大切なフォロースルー取れないじゃない。そう。だから結局ダメなのよ。ここでこうなってて、初めてそっからスタートだから。あ、そこがスタート、ね、ここがスタート。そう。ここがスタートで、ここから初めて、用意ドンだから。
ここがスタート地点に入ってなかったら、まだスタートできない。できてない。そう。これめちゃくちゃ大事。でも、あれだね、皆さん、その、振り遅れてるっていう自覚ってあんま持ってないように感じるんだよね。そうだね。多分、もっと、多くの方が、いや、振り遅れてるから戻さないとって思ったら、もっと悩みは多分少ないはずだと思うんだよね。YouTube でも振り遅れの動画そんなにないじゃない？ない、少ないと思う。ミスがそんだけ振り遅れが原因だったら、うん、もっともっと振り遅れの動画って俺あっていいと思う。間違いないね。飛ばしと同じぐらいの量を振り遅れの動画があってもいいと思う。そう。うん、振り遅れてたら飛ばせないから。そうだね。うん。そもそもね。そうだね。ね、そう。全部そうだね。そう、全部そう。やりたいことができない。うん。そうだね、スタートしないと。そうだね。振り遅れてたらドローンも打てない。ドローンも打てないし、フェードも打てないし、そう。全部打てない。全部打てない。だからミスが出ちゃう。そうだね。じゃあ、振り遅れだね。そう。だから、結局何よりも大事ってなってくるじゃない？なる。そう。でも、重要視はされてない。ああ、世の中でね、うん。うん。それが、俺が不思議と思ってること。そうだね。だから、全動画で戻せって言ってるね。うん、そうそうそう。それぐらい大切だから。そうだよね。うん。それ言うともう笑っちゃうんですよ。またそれじゃん。そうだよね、そうだよね。そう、本当に、本当に大切なこと。あ、でもあれか、だから世の中 の, その動画とかレッスンは、戻せてたとして、うん、こうやりましょうっていう内容なんだ。ああ、それはほとんどだと思う。そういうことだよね。うん。その前提を言ってあげてないんだ。そうそうそう。じゃあ今から、何々やります、うん。でもこの内容は、うん、クラブがインパクトで戻せてる前提になります。うんとは言わないもんね。言わない。言わないよね。言わない。その内容だけだもんね。そう。やる内容。うん。うん、だから、戻せてない人がその理論取り入れたら、うん、ぐっちゃぐちゃ。そうだよね。例えば、フックの打ち方の動画があって、うん、ストレートを打つときに、ま、うん、っすぐ戻せてます。うん。だから、その先、フックの打ち方をやりましょう。言わないもんね。言わない、言わない。フックはねから始まるもんね。そうそうそう。うん。そうだね。うん。多分ね、大前提の前のことになるからかもしれない。そんぐらい大事なこと。そうだね。当たり前すぎて言ってないの。そう、そうかもしれない。当たり前すぎる。でもその当たり前すぎるのに、9割の人ができてないかったり、うん、その9割のミスが振り遅れなの、うん。そうだね。全然当たり前じゃないっつうか、うん。可能性って言い方おかしいけど、うん、80代前半から70代出てる方は、多分ほぼほぼできてる方がいる。うん、ただたまにミスっちゃうのは振り遅れてる。そう、そう。ただその回数がちょっと多い。で、70代になってくると、うん、よりもうちょっと少なくなってくる。振り遅れがね。なるほどね。うん、60代になると、ほぼほぼない。あうん、1日1、2球、ね、うん、ぐらい。そういう感じね。ちなみにプロでもあります。1日一発。はある。うん。なければ、よかったね。よかったねとは言わないけど、うん、まあ、OK、うん。うん。だけど、全然あるから。それこそ、ティーショット打った瞬間にタイガーがこうやってやってんのは振り遅れだから。タイガーも振り遅れる。全然振り遅れる。全然振り遅れる。だから、本当に身近な問題。だけど、すっごい大切な問題。うん。プロだからそれはなくなったとかはありえないことだから、振り遅れって。そう。誰が出てもいつ出てもおかしくない問題。うん。だから大事。出るの分かってて気をつけて出るんでしょ、プロって。そう。意外と、それもあるし、うん、調子が良くて無警戒な時に出る時もある。そう。そんなこと出るわけないで、出てしまう可能性。ああ、調子いいから大丈夫だろう。そうそうそう。あとは、ロケーション。出そうなロケーション。で、警戒が足りなくて、でも、警戒しすぎると、うん、今度こうなるっていうのもプロは知ってるから、それの裏でもう一回出ちゃう時もある。そう、そう。もう一回戻っちゃうの。そうか、警戒しすぎるとこっちになっちゃうから。そう。で、緩くしたら、そう、やっぱりそっちかっていうのがある。全然あるから。あるある。むずそう。その度合いの、うん、なるほど。そう、調整がめちゃくちゃ難しくて。調子いい時ってそれがヘアウェイの圏内に調整が収まるんだけど、ちょっとな、黄色信号止まってくると、やっぱりそれが、すごいミスになったりする。うん、本当に、意識しないとダメだってことね。うん。前提ね。そう。イコールの話していい？うん、振り遅れ。うんで、同じ割合で上がるものがあるんだよ。何？飛距離。飛距離を、振り遅れここに置いといていい？飛距離を求めれば求めるほど同じ割合になってきちゃう。そう。だから、俺が200、60、70で収めてて、納得して、コントロールしてるときは、そんなのないから、幅がすっごい狭かったの、ドライバーの。
そう。いや、飛ばそうとすればするほど。出る。遅れる。こんなの茶飯事。嘘。うん。日常茶飯事ですよ。飛ばそうとすると遅れるんだ。そう、同じ割合で上がってく。そう。だから、飛距離を求めてる方は、もう、お付き合いしなきゃいけない問題なの。じゃあ、それ飛ばしやめようって言って、そのコントロールするじゃない、うん、適度に落とせれば、技術は上がるよね。うんうんうん、スコアも、ね、うん。だけど、いや、その中でも、頑張って振り遅れないように飛ばしたいって言ったら、振り遅れと、うまい付き合い方をしていかないと、もう、すんごいスライス出るから。うん、やっぱり振り遅れってあるからね。めちゃくちゃ大事。だけど、俺試合、プロテスト受かってから、2、3年経って、ずっと試合中は振り遅れさせてたけどね。うん、わざと振り遅れさせて、打ってた。じゃないと、コントロールがね、効かないから、詳しく言わなくていいよね、これはね。うん。そうそうそう。そう。プロテスト受かるまで皆さんちゃんと戻してください。あ、そうです。皆さん多分受けるよね、これ、今後。プロテストが、受かるまでは戻してください。うんうん、戻してください。受かったら、ただ戻してください。そう。受かったら振り遅れさせてください。そうそうそう。そうそうそう。でも、相当いいスコア出るってことは間違いない。だって俺、その、インパクトゼロの時に、戻そうとしてるだけの時、64とか29とか全然出たからね。そう、ハーフ29とか、トータルスコア64とか出てたから、あんま関係ないんじゃないかな。全然いい。間に合えば。例えばそれでショットが良くなってきました。間に合うように打てて、いいショット打ててきたってなったら、もう間違いなく言えることは、あとはパターン。そう、だけ。それが入るか入らないかで、全部18ホールバーディーチャンスについて、全部外したら72じゃない？そうだね。ね、だけどさ、4発入ったら68で、60台が出るわけじゃん。そうだね。そう。だからもうパターンなのよ。そこまで行っちゃうとね。そう、そこまで行くと。そんな話すると戻さなくなるから、もう。戻した方がいいです。そこまで行くのに、そう、そう。振り遅れないでしょ。間違いない。そう。でもね、ほんと冗談抜きで、これが大事ってこと。めちゃくちゃ大事ってこと。そうだね。でも世の中ではそれが言われてないってこと。そうだね、うん。俺も動画結構見てるけど、他の方の、うん。やっぱり何か理由がもちろんあると思うんだよね。うん、だけど、言ってないもんね。うん。ただそういう風になる、また理由はたくさん。うん、うん、うん。あるけど、うん、結局は全てが振り遅れだ、ね。そうだね、そうだね。原因として、動きとしてやっぱ振り遅れて出るミスの方が圧倒的に多いよね。うんうん、じゃあレッスンするときはさ、うん、もうほとんどの方が振り遅れてるわけじゃん。うん、振り遅れないようにレッスンしてるわけだ。うん、そう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 。そう。振り遅れてますよ。振り遅れないようにしてくださいねとは、俺ほとんど言わない。まあまあ、そうです。教え方としてね。この仕草で振り遅れないようになるから。ここを直せば、戻せる。そう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 。っていうところを指摘してあげてるんだね。そう。それは来た方だけ。まあ、その人によっても。そう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 。今まで1000人前後見てきて、振り遅れてなかった人、10人いないと思う。99% 以上振り遅れてる。うん。シビアに言うと、うん、きっちりビターンって戻せてる人、うんうん、ある程度戻せてる人は いっぱいいるよ。ああ。うん。でも100人ぐらいしかいないと思うよ。10% ぐらいしかいないと思う。そうなんだ。9割はじゃあ。うん。それこそ本当、最初言った9割ぐらいは、やっぱ振り遅れてる。うん。10球って、ナイスショットとミスショットの割合が、やっぱミスショットの方が多い。で、その原因が振り遅れってなってる人は何人って言ったら、やっぱ 90% いる。9割は振り遅れてる。完璧にビターンって戻せてる人は10人いないって言ったじゃない。やっぱね、それ覚えてるもんね。顔と名前。あ、そんなレベル？それぐらいすごいことだから。あ、まあ、じゃあそいつたちはもうあれだろ、70代とかで普通に回る。全然回る回る回る。あ、でももっと上手くなりたいって来た人。そう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 。そういうことね。な、めちゃくちゃ俺的には嬉しいけどね。ありがたいし。うん。だから、そういう方がやっぱり記憶に残るよね。そうだね。うん、そのぐらいの割合なんだね。うん、ほんと少ない、うん、っていう動画がね、なかったからね。そうです、撮りました本当のことをね
ね。そう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 。この動画でやっぱりいろんな意見もね、あると思うし、いや、じゃあ自分がどんだけ振り遅れてんのか、どんだけ間に合ってんのかも、そんなの分かんないっていうのもね、もちろんあると思うけど、やっぱりその、現実として、そのミスの原因っていうのがやっぱ振り遅れが多いっていうことなんで、じゃあ撮ってみようかっていうことで、この動画を撮ってみました。で、本当にワンナップとしての個人的な意見として伝えさせてもらってます。なので、まあ、全てが正しいとかそういう問題じゃないので、私たちが思うにこういうこともあって、で、現にゴルファーの方を見て、こういう結果でしたっていうことをお伝えさせていただいたんで、インパクトにとりあえずクラブを戻してみるという作業を練習場でちょっとやってみることをお勧めします。だから戻してくださいとは言うけど、うん、戻せない理由はそれぞれみんな違うから、うん、動画ではやれないんだよね。そうだ、やれないね。その人を見ないと。そう、いろんな理由があって戻せてないから、うん、あ、そうそうそう、そうなんです。これ大事なことでしたね。そうなんですよ。本当人によってこうインパクトに戻せない動き、途中の動きだったりがあるんで、万人受けする答えっていうのは言えないんですよ、なかなか。なんで、その方のスイングを見て、その方の直し方をお伝えするっていうのを、自分のレッスンは方法として取らせてもらってるので、本当に振り遅れに本当に困ってるっていう方で、茨城県にお近くの方がいたら、ぜひレッスンの方に来ていただければと思いますので、間に合わせて見せますんで、ぜひよろしくお願いいたします。で、気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。